今回は不祥事をやらかして逮捕されてしまった漫画家を9名厳選してまとめてきました。逮捕の経緯や衝撃の結末をギュッと濃縮してご紹介してまいります。まずは恵比寿義和先生をご紹介します。代表作地獄に落ちた教師どもは恵比寿先生の処女作品集で、とんでもない世界観の作品が数多く収録されているんですよ。そして恵比寿先生といえば温厚で自由奔放な性格でタレントとしても大人気ですが、実は過去に逮捕歴があるんですよね。というのも恵比寿先生は自身の著書でも、自分の稼ぎがいくら少なくなったとしてもギャンブルをやめることはないと断言できますと言い切るほどのギャンブル好き。その守備範囲は競艇、パチンコ、麻雀、カジノと幅広く根っからのギャンブラーを伺わせます。そんなギャンブル好きが災いしたのか、1998年の11月20日に事件は起こったんです。こちらの現場は恵比寿先生行きつけの新宿のフリージャンソー。フリージャンソーとは居合わせた人たちと麻雀を楽しむお店です。その日の恵比寿先生は絶好調だったようで、1000点200円という掛け金で9000円の価値を収めていました。しかし今日はついてると思っていたところに、柄の悪い人たちがゾロゾロと入ってきて、そのまま動くなと怒号を飛ばしたんですよね。そのフリージャンソーはパンチパーマやスキンヘッドの方は入店お断りというサラリーマン客中心のお店だっただけに、恵比寿先生はヤクザの襲撃かと思い、かなり慌てふためいたそうです。しかし実際はその人たちは全員刑事で、立ち入り捜査のために乗り込んできていたんですよ。で、恵比寿先生を含めその場にいた14人の客と従業員7人は単純賭博罪の疑いで全員逮捕。警察署の取り調べではなんと食事抜きで10時間にも及んだそうです。それから捜査員に、趣味は？と聞かれた恵比寿先生、何でも堂々と麻雀ですと即答し、苦笑いをされたといいます。ちなみに賭け麻雀はもちろん違法ですが、実際は高い金額の賭け麻雀でなければ社会に与える影響が少ないとして、当時はほとんど逮捕されなかったそうなんですよね。そして1000点200円の賭け金は玄人向けの金額ではあるものの、高すぎるわけではなかったそうです。また警察はこの時点では恵比寿先生の逮捕を公表しておらず、一緒に逮捕された人々にも口止めをしていたそうなんですよ。しかしどこからか情報が漏れ伝わり、ほんの10日後には大々的に報道されて大騒動になってしまいました。この報道を受けて恵比寿先生はすぐに記者会見を開き、当面の謹慎とテレビ出演の自粛を宣言したんですよ。またしばらく麻雀はしないと反省の弁も述べたんですが、前科がつくことを知って驚きましたけど、日本人の10人に1人は前科者と聞いてなんだかほっとしましたと、まさかのうっかり発言。しかも事件から2ヶ月足らずで、とある麻雀師に麻雀賭博の合法化を提案しているんですよ。もうなんというか恵比寿先生らしすぎますよね。次にご紹介するのはろくでなし子先生です。代表作のデコマンは、アーティストでもあるなし子先生が整形をして美しくなった女性器を披露すべく、自らの女性器をかたどりデコレーションするアート、デコマンを生み出すまでを描いたエッセイ集なんですよ。このなし子先生は自らのアート作品をめぐってこれまで何度か騒動になっているんですよね。まずろくでなし子先生が最初に逮捕されてしまったのは2014年7月のことでした。というのも、なし子先生は自身の助成器を 3D プリンタ用データにし、活動資金を寄付した方々に 3D データをプレゼントしていたんですよね。このことで警視庁は猥褻物頒布等の罪などの疑いでなし子先生を逮捕したんですよ。ちなみにダウンロードデータが猥褻物と認定されたのはこれが全国で初のことでした。するとなし子先生はこの逮捕に関して、警察が猥褻物と認めたことに納得がいかない、私にとっては手足と一緒と容疑を真っ向から否認したんです。で、翌日にはこの逮捕に暴力性を感じ、思想の弾圧を危惧したとしてなし子先生の即時釈放を求める署名活動が開始されました。しかもこの署名活動、開始の翌日にはなんと1万5000人もの署名が集まり、あっという間に目標を達成して警視庁に送られたんですよね。そして逮捕された時点でなし子先生は罰金を払って留置場を出る予定だったんですが、自分の活動の否定につながると知って裁判で争うことを決めたんです。この事件、裁判官がなし子先生の身柄を拘束する決定を出していたんですけど、弁護側はこれに対して不服申し立てをして、結局それが裁判所に認められて7月18日になし子先生は釈放されたんですよ。
で、この事件は国内外で大きな反響を呼んだんです。まず、イギリスのバンド、ザ・ウォーターボーイズのリーダーであるマイク・スコットさんは、ナシコ先生の主張を支持するとして、ロックロックロクナデシコという曲を発表しました。また、とあるタレントさんは、ご自身のラジオ番組で、マスコミが使った自称芸術家という呼び方を、レッテルを貼る行為だと指摘したんですよね。さらに、ある弁護士さんは、今回の報道は、警視庁が発表した情報をそのまま垂れ流しているだけ、だと言って、マスコミが情けないと批判したんです。そしてこの逮捕は海外のメディアでも複数取り上げられて、日本の性に対する考え方や行き過ぎたモラルについても言及されました。ですがこの騒動はこれだけでは終わらないんです。なんとこの一連の事件から半年も経たない12月3日にデコマン3点を女性向けアダルトショップの店内に展示したことで、ナシコ先生は再逮捕されてしまったんですよね。もちろんナシコ先生はこの作品は猥褻ではないと否定します。しかし最終的には猥褻物頒布等の罪として40万円の罰金となってしまいました。とはいえこの裁判自体が大きな反響を呼んでいて、時代の流れと法律が合っていないんじゃないかという大きな議論にまで広がったんですよね。さあ続いてご紹介するのは小畑健先生です。代表作でもあるデスノートはご存知の方も多いと思いますが、名前を書いた人間を殺すことができる死神のノート、デスノートを使って犯罪者を消し去り、理想の世界を作ろうとする主人公と世界一の名探偵による頭脳戦を描いたサイコサスペンス漫画なんですよ。そして小畑先生が逮捕されてしまったのは2006年9月6日のことでした。事件が起こったのは9月6日の午前0時45分頃で、路上に止めた車のヘッドライトが切れていたため、警察官が小畑先生に職務質問として声をかけたんですよね。まあそこまでは良かったんですが、車の中を調べると刃渡り 8.6 センチの折りたたみ式ナイフが出てきたんですよ。小畑先生は当時キャンプ用に持っていたと言っていたんですけど、それ以外にキャンプの備品が見当たらなかったために、銃刀法違反の現行犯としてその場で逮捕されてしまったんです。この逮捕に衝撃を受けたファンも多かったんですが、一方で小畑先生がスキンヘッドにヒゲ面というちょっと怖い見た目ということもあって、この外見で車からナイフが出てきたらまあ逮捕しちゃうよな、なんてコメントも見られました。その後小畑先生は申し訳ないことをしたとかなり反省されていて、すぐに釈放されています。ちなみに作品の掲載元でもある集英社も問題ないと判断したのか、漫画の連載にも影響はありませんでした。正直ファンの気持ちとしては作品が無事に継続してくれて本当に良かったですよね。さて続いてご紹介する逮捕されてしまった漫画家さんは島袋光俊先生です。そして島袋先生の代表作はトリコ。このトリコは美食が大流行している世界で、美食屋のトリコと料理人の小松が様々な食材を求めて世界を旅する物語です。で、問題の逮捕の経緯なんですけど、事件が起きたのは2002年8月7日のことでした。島袋先生は出会い系サイトで知り合った16歳の女子高生に8万円を渡して援助交際をしたとして、児童売春禁止法違反で逮捕されたんです。そして当時島袋先生は週刊少年ジャンプで世紀末リーダー伝たけしを連載していて、若き漫画家として確固たる地位を築きつつあったんですよ。ちなみに世紀末リーダー伝たけしは、主人公のたけしがクラスのリーダー的存在として問題を解決していくハートフルギャグコメディ漫画です。ですが結局世紀末リーダー伝たけしの連載は逮捕によって終了し、未完結のまま打ち切られてしまったんですよ。そして逮捕の翌月には発売予定だった最新のコミックスは発売中止となっただけではなく、すでに発売していたコミックスも全て絶版となってしまいました。さらに島袋先生は他にも2人女子高生を売春していたことが発覚して再逮捕されたんです。そして10月に懲役2年、執行猶予4年の判決を受けることになったんですよね。しかしそれから約6年後にトリコの連載を開始して大ヒットをぶち上げるんですよ。またトリコの連載が終了した現在でも新たな作品を書き続けていらっしゃいます。お次は和月信弘先生のご紹介です。もちろん和月先生の代表作はルローニケンシンですよね。この作品は多くの方がご存知だと思いますが、幕末に伝説の人斬りとして恐れられた主人公の日村剣心が明治維新後に不殺を誓い、新たな生き方を模索する物語です。
本作は歴史ものとしては異例の人気を誇り、アニメ化や実写映画化も果たしているくらいなんですよね。で、2017年からは続編も連載されていたんですが、その最中に作者の和月先生が書類送検されてしまったんですよ。そんな問題が起こったのは2017年10月のこと。和月先生は都内の事務所で10代前半の女児の裸が映った動画の DVD を持っていた疑いで書類送検されました。ちなみに別の事件の捜査中に和月先生が DVD を購入したんじゃないかという疑いが出てきて、家を捜索することになったみたいです。これに対して和月先生は事実を認めたそうで、小学校高学年から中学2年生くらいまでの女の子が好きだったと話していたんですよ。ちなみに和月先生は書類送検にとどまり、逮捕はされていません。しかし集英社は今回の報道を受け、社として重く受け止めております。作家は深く反省していますとコメントし、るろうに剣心は救済となりました。そして和月先生には罰金20万円が言い渡されたんです。翌年には連載が再開されたんですが、世間に大きな衝撃を与えた出来事なんですよね。まあ一ファンとしては複雑な気持ちですが、連載が再開されて続きが見られることには少しほっとしました。さてさて、続いてご紹介するのは松木達也先生です。松木先生の代表作はアクタージュで原作を担当されていました。本作は役者志望の主人公与那木慶が映画監督倉山澄二と出会い、役者として成長していく物語です。そしてアクタージュは週刊少年ジャンプの連載当初から人気があり、次世代の看板作品として期待されていました。しかし2020年8月に事件は起こってしまいます。突然松木先生が女性に猥褻なことをして逮捕されたというニュースが流れたんですよ。すると SNS でアクタージュはどうなってしまうんだとファンたちの間で大騒ぎになります。それから徐々に詳しい内容が明らかになっていくんですよ。というのも松木先生は2020年6月18日の夜に東京都中野区で道を歩いていた女子中学生の胸を触った疑いがあるとのこと。その後現場からは逃走していたそうなんですが、警視庁が防犯カメラの映像などを使って松木先生だと特定したそうです。さらに1時間後には別の女子中学生が同じような被害に遭っているため、これも松木先生なのではないかと疑われていて、捜査が続いているということでした。その後逮捕された松木先生は概ね間違いありませんと容疑を認めるんですよね。人気漫画の原作者が逮捕されたとあって、ツイッターなどでも嘘、ショック、無理、好きだったのに残念すぎるとファンから悲しみの書き込みが止まりませんでした。そして集英社はこの件を重く受け止めておりますとコメントし、アクタージュは連載中止になり、コミックスも無期限の出荷停止になります。また今回の事件で大変な思いをされたのが作画担当だった宇佐崎史郎先生です。何しろ真心を込めて書いた作品が突然終わってしまうという事態に、宇佐崎先生を心配する声が多く集まりました。しかしそれだけにはとどまらず、アクタージュ終了に反対するファンからの被害を軽んじた発言や被害者の中学生を傷つけるような声もあったんですよね。そんな中、宇佐崎先生は2020年8月24日ツイッターに、アクタージュ読者の皆様へというメッセージを公表したんですよ。それには性犯罪によって受けた傷は自然に癒えるものではありません。アクタージュという作品を見ることで苦痛を与えるきっかけになる可能性を考慮して、作品の終了は妥当だと判断しましたと綴っているんですよね。そして最後には、作品を惜しむ声が被害に遭われた方に対しての重圧となることは絶対に避けるべきことです。当然のことですが、作品が終了するのは被害に遭われた方のせいではありませんと書いています。つまりファンたちの漫画を愛する気持ちへの理解を示しながらも、作品への愛を間違った方向に向けてはいけないと断言したんです。当然宇佐崎先生ご自身も混乱していたでしょうし、作品を終わらせるのはとても辛い決断だったことは想像に難くありません。またこの決断にはジャンプ編集部も、先生が被害に遭われた方に対して二度と同じような思いをしてほしくないとおっしゃったことについては編集部も同じ思いですとコメントしています。このメッセージに対してファンからは、こんなに真剣で誠実で理性的なコメント、これまであっただろうか、この人の作品を見てよかった、今後の作品も見たいという気持ちになると称賛のコメントが多く寄せられたんです。
その後、宇佐崎先生は編集部の支えもあってか、現在もジャンプ系列の作品やゲーム作品などでご活躍なさっています。続いては野々村秀樹先生をご紹介します。ちなみに野々村先生のペンネームはご夫妻で合作のものなんですが、逮捕されたのは夫だけになります。そして野々村先生の代表作は人形少女。この作品は過酷な運命を受け入れ、まるで人形のように心を閉ざして生きる少女葵を描いた物語です。そんな野々村先生が起こした事件はあまりにも衝撃的なため、ざっくりとだけご紹介します。ことが起きたのは2004年のとある日、覆面をして素性を隠した野々村先生はアシスタントの女性が自宅に入ったところに襲いかかるんですよ。まず口にガムテープをし、アイマスクで目を塞ぎ、両手を背中で手錠して、両膝両足首をロープで縛って拘束します。それから性的なことを強要すると、その様子をビデオカメラで撮影しました。そしてこれをネタに脅迫を繰り返し、なんと正体を隠したまま7ヶ月にわたってこのアシスタントに性行為をし続けたんです。しかしアシスタントの方も徐々にこの覆面をして声色を変えた人物が野々村先生であると気づいていくんですよ。それから野々村先生は2005年に住居不法侵入の容疑で逮捕されると、その後強姦の容疑で再逮捕されました。この事件は有名雑誌で大きく取り上げられ、世間に大きな衝撃を与えています。さてお次は中山陽一郎先生をご紹介します。中山先生の代表作は腹ペコペンギンカフェ。この作品は可愛らしいペンギンや猫、クマなどが登場する癒し系漫画で、ただ可愛いだけではなく、きちんとコメディ要素も持ち合わせているんですよ。そして腹ペコペンギンカフェは講談社の小中学生向けの少女漫画雑誌仲良しで連載されていたんですよね。しかしあろうことか、その作者の中山先生が逮捕されたのは強制わいせつや児童売春ポルノ禁止法違反などの罪だったんです。で、中山先生は自宅やショッピングモールの試着室で知人の女児にわいせつなことをしたり、着替えをスマートフォンで盗撮したとのことで有罪判決を受けました。この判決を受けて連載中だった腹ペコペンギンカフェを含む2作品は連載中止され、単行本は店頭から回収される事態になったんです。ちなみにこれらの作品の作画は妻の中山真希先生が担当されていたんですよ。お二人はキャラキャラマキアートというペンネームで夫婦二人三脚の連載をしていたんですが、夫の逮捕を受けて活動終了となってしまいました。また活動終了にあたって真希先生は、私たちも心身ともに本当に疲れ切ってしまい、心の余裕がなく、できることならそっとしておいてくださると幸いですとコメントしています。まさか15年も続けてきた活動がこんな形で終わりを迎えるとは想像もしていなかったことでしょう。そして最後にご紹介するのが押切蓮介先生です。押切先生の代表作はミスミソ。本作はある地方の町を舞台に、同級生たちから陰惨ないじめを受けた挙句、家族を殺された少女が復讐を行う超サイコホラー作品です。またミスミソはお化けや妖怪などは一切登場しないんですが、普通の人間が作り出す恐怖をかなり恐ろしく描いているんですよね。そんな押切先生ですが、これまでご紹介したものとは全く違った不祥事で書類送検されてしまったんです。事件が起こったのは2014年11月17日のこと。押切先生の漫画ハイスコアガールが著作権侵害をしたということで、押切先生と出版社のスクウェアエニックス社が書類送検されてしまいました。このハイスコアガールはゲームストリートファイター2の登場で対戦格闘ゲームブームに沸く時代が舞台で、主人公とライバルがゲームを通じて交流するラブコメディ作品です。また本作は90年代のゲームが実名で多数登場することもあってか、幅広い世代に愛されているんですよね。この騒動後の2018年にはテレビアニメ化されて、翌年の2019年にはテレビアニメの2期が放送されるほどの人気なんです。しかし大阪にあるゲーム会社の SNK プレイモアが、自社が著作権を持つゲームキャラクター多数を無断で使っていると訴えるんですよ。その結果スクエニ本社ビルが操作されて、今回の書類送検につながってしまったんですよね。なんでも漫画ハイスコアガールで対戦型格闘ゲームザ・キングオブ・ファイターズやサムライ・スピリッツなどのキャラクターを計166箇所も許諾を取らずに使ったそうなんですよ。しかしこれに対してスクエニ側は、許諾を取っているかどうか知らなかったと語り、無罪を主張しています。
そして押し切り先生は救いに医者が許諾を取ってくれていると思ったと語ったそうです。で、事の発端は少し前のことで、そもそもハイスコアガールの単行本の巻末には著作権表示に使われるマークと SNK プレイモアの名前が書かれていました。ですが、ハイスコアガールのアニメ化にあたって映像制作会社が SNK プレイモアにキャラクターの使用許諾について問い合わせたところ、まさかの許諾を得ていないことが発覚したんですよ。これに怒った SNK プレイモアが2014年に訴えるに至ったんですよね。そしてこの書類送検を受けてハイスコアガールは連載休止、単行本も自主回収となってしまいます。しかしこの件はこれでは終わりませんでした。なんと訴えられたスクウェアエニックスは引用に当たるため著作権を侵害していないと強気の主張をするんですよ。そして著作権を侵害していないことを認めさせるため逆に SNK プレイモアを訴えることになります。すると SNK プレイモア側もそれに反発する形となり、もう混沌としてきてしまったんです。さらにこの事件は大きな反響を呼び、多くの専門家がそれぞれの意見を発表する事態に発展していきます。というのも、この著作権事件の裁判の結果次第では日本の漫画業界や二次創作にとんでもない影響があるかもしれなかったからだそうです。そもそも漫画内の表現が裁判に発展したこと自体が前代未聞の出来事だったんですよね。そして最終的には今後各社のコンテンツを利用した新たな協業機会の創出を可能にするためという前向きな内容で今回の紛争を終了することに合意しました。このおかげで2016年7月にはハイスコアガールの連載が再開されます。こうしてなんとか和解が成立したということで、漫画業界が縮小するという最悪の事態は避けられるんですよ。そしてハイスコアガールは無事にアニメ化を果たしたんですよね。ということで今回は不祥事をやらかして逮捕されてしまった先生方を9名ご紹介しました。以上、漫画オタクの二宮でした。